ビュッカー B181 ベストマンビュッカー B181 ベストマンビュッカー B181 ベストマンはベルリンのヨハニスタールのビュッカー航空機製造で製造され第二次世界大戦時にドイツ空軍で広範囲にわたり使用された B181 の試作機は1939年2月にチーフテストパイロットのアルトゥール・ベニツの操縦で初飛行した ドイツ航空省の公式飛行テストを受けた後で B181 はドイツ空軍の標準諸島練習機に指定された。1940年、1941年に B181 の量産が開始された。A から D まで割り当てられた形式名の派生型の際はわずかで、どれもヒルト社製の HM500A か HM504 にエンジンを装備していた。 SK25 大部分の B181 の生産はラングスドルフのビュッカー社で行われたが需要に応じるためにはオランダのフォッカー社にライセンス生産に出さなければならなかった。フォッカー社の1943年までの生産分373機はすべてドイツ空軍に納入された。B181A と その紹介量型 B181D の生産は1942年にアムステルダムのフォッカー社で始まり戦時中の生産数は708機であった。ヘグルンド・ゾナー社は1943年から1945年までにヒルト HM500A エンジン付けの B181 を125機生産した。 ドイツ軍がチェコスロバキアから撤退する少し前に B181D の生産が驚こびせのズリン工場で始まった。生産は戦後も続き、チェコスロバキア空軍,軍では C6 と C106 という名称で様々な国では民間機としてズリン Z281 と Z381 いう名で使用された。1950年代に エジプトのヘリオポリス航空機製造は 105HP のバルターマイナーを搭載したズリン Z381 に似たチェコスロバキア製ベストマンの派生型のライセンス生産権を購入した。この機はエジプト空軍向きにゴムホーリアとして、後のモデルは他のアラブ諸国の空軍向きに生産された。少なくとも300機のゴムホーリアが製造された。 総計3400機が製造されたが、現在では数えられる数しか残存していない。B181 は、ドイツ空軍の初等練習機として生産されたが、連絡、グライダー栄光、主翼上下の4機のハードポイントにパンツァーファウストを搭載した攻撃機としても使用された。B181 ベストマンは 105HP4、気筒ヒルト a m 5 0 4にエンジンを搭載したモデル。 B181A は、空冷4気筒ヒルト A1M500A を搭載し、スプリットフラップ、複式操縦装置、並列の調節可能な座席を装備した、単発、低翼単容器。胴体のキャビン部は、交換フレームだが、後部胴体は、木製外角構造。主翼と、尾部も、木製外角構造。方向だ、昇降だとエルロンはすべて木製本組組を布で折った、もの。 B181 は、練習飛行、遊覧飛行、エアロバティック用に設計され、制限荷重で、荷重グループ5に、全荷重時に、荷重グループ4に相当する強度を有している。エジプト空軍のゴムホーリアボ181試作規模 181A に座席初等練習規模 181D に、座席初等練習機。些細な改良を施された、紹介像モデル。 ズリン Z181 に座席諸島練習機。戦後、チェコスロバキアのズリンで製造された、1 8 1 d ズリン Z281 に座席諸島練習機。トーマ4エンジン搭載。ズリン Z381 に座席諸島練習機。105HP のバルターマイナー搭載。チェコスロバキア空軍での名称は C-106。 ゴムホーリアマーク I に座席諸島練習機。バルターマイナーエンジン搭載。エジプトのヘリオポリス航空機製造で、ライセンス生産されたズリン Z381。ゴムホーリアマーク I に座席諸島練習機。145HP のコンチネンタル C-145 エンジン搭載。s k 2 5百1 8 1のスウェーデン空軍での名称。レフイコールザコンサイス。 ガイド2アクシズエアクラフトオブワールドウォー2ありがとうございます。